はいどうも皆さんこんにちはワンです。今日もこちらのピンを抜いてお宝をゲットするゲームを遊んでいきたいと思います。お、左上にお宝があるな。それならまずは一番下のピンを抜いて、次にその上のピンを抜いて水を落とすと、よしマグマが固まって石になったぞ。それじゃあ最後に左上のピンを抜いたら、おしお宝ゲット。いやーこれはさすがに簡単すぎるって。それじゃあ次のステージは、では今度はゾンビが出てきたぞ。これは上のピンを抜いて石を落としてゾンビをやっつけるのかな。でも一回ゾンビにやられてみたいな。ゾンビ放出。さあゾンビが近づいて、おじさーん。一体誰があんなひどいことを。今度はちゃんと岩を落として、おしゾンビを倒したぞ。それならあとは上のピンを抜いたら、って待てよこれを抜いたらお宝が右下に消えてくんじゃ。まあでも多分大丈夫か。およかった落ちてかないぞ。それじゃあ今日最後のステージは、お、今度はミイラが出てきたぞ。しかもなんかお宝を持ってるし、まずは水とマグマを合体させて、この後はミイラの方のピンを抜いて、その後に岩を落とすのか。よしクリアー。いやーこれも簡単だったな。でも一つ気になるのが、おじさんこの後進めなくないか。